今週から始まりました。このコーナーでは秋田大学の学生さんをお招きしてお話伺っていきます。初回の今回はこのお二人にお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。はい、秋田大学教育文化学部地域文化学科3年の加賀谷澄です。秋田大学国際資源学部資源政策コース3年の笠井陸斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は出身は秋田ですか？はい、私は秋田県の秋田市です。私はちょっと秋田県の上の青森県青森市から来ました。大学を機に秋田にいらっしゃったんですか？はい、20年間青森に住んでいたんですけども、大学を機に秋田に移住しに来ました。おお、今笠井さんはスーツ姿ですが、今日は何かご予定があったんですか？ラジオの前になんですけども、企業のオンライン面接があって、それでちょっとスーツできちゃいました。あ、もう3年生だと今就職活動の時期ですもんね。加賀谷さんも結構今動かれてる時期ですか？そうですね、少しずつ面接練習も進めていったりしてます。就職活動と勉強って両立大変だと思うんですけれども、普段はどんな勉強をしてるんですか？加賀谷さんから教えてください。大学ではマーケティングっていう分野の勉強に力を入れていて、ゼミでもそのような活動を中心に行っています。笠井さんはどんなことを勉強してますか？私は大学で石油開発について学んでいまして、つい2ヶ月前にアメリカに留学しまして、そこで現地の石油開発の会社で実習受けました。はい、アメリカにどのぐらいの期間行かれたんですか？だいたい1週間ほどで、その後に日本の東京の本社の方で報告会を行って、留学のプログラムは終了いたしました。すごい、そんなグローバルなこともやられてるんですね。笠井さんは国際資源学部ということで、まあ、その世界の資源、石油とかそういったことも研究されてるってことですか？そうです。入学した時はコロナ禍でしたか？コロナ禍真っただ中で、コロナ始まったばっかりの時期にちょうど入学したという感じでした。大学生活、秋田大学通っていて、こんなところ楽しいなっていうところ教えてください。やっぱり始まったのがオンラインからだったので、人と会って勉強できるっていうのがすごく楽しくって、授業で友達と一緒に行動活動できるっていうのが楽しいなって感じます。まあ、僕も加賀谷さんと同じで小さい喜びなんですけど、人と対面で話すこと自体がもう嬉しいと感じています。ようやくその少しずつ元の生活に戻りつつある中で、大学生活楽しいなって思いもされてると思うんですが、その大学生活を楽しむためにまず受験を乗り越えないといけないですよね。はい、今年も1月14日15日は大学入学共通テストが行われるんですが、お二人は受験期ってどんな風に勉強されてました？受験の思い出とかあったら教えてください。はい、私はいつも同じリズムで生活するっていうのを意識していて、で多分皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、私はどちらかというと朝方の人間だったので、朝いつも同じ時間に起きて勉強して学校行ってっていうサイクルで生活することを心がけてました。笠井さんは？私自身なんですけど、大学進学するの決定したのが、まあ、9月だったので、大学進学決定がいきなりだったので、まあ、詰め込み、知識の詰め込みをもうずっと、まあ、共通テストの前日までずっと行っていて、本当大変だなって感じています。やっぱりその上で、やっぱり同級生だったりとか先生にわからないことをずっと聞いて、まあ、そういったわからないことをどんどんなくしていこうっていうスタンスで受験勉強に臨んでいました。この放送されているのが、まあ1月5日ということでして、試験までもうあと少し、ラストスパートだと思うんですけれども、試験直前期ってこういうふうに過ごしていたよとか、緊張している受験生も多いかと思うんですけれども、お二人のリラックス方法とか、緊張した時の緊張のほぐし方とか、どんなことしてました？私はその受験で本番が近いからといって、その急にリズムを変えたりっていうのがあまりちょっと自分には合ってないというか、いつも同じ状態でいつものコンディションで本番に臨みたかったので、それこそ
毎日同じリズムで体調管理に気をつけて生活していました。笠井さんはどんなこと気をつけてました？僕はやっぱり受験前まで緊張したらやっぱり今まで覚えてきた知識とか全部忘れちゃうかもしれないので、やっぱり緊張ってなったら誰かに相談するっていうことが一番重要だと思っています。受験生の皆さんに言いたいんですけども、教師だったりとか同級生だったりとか親だったりとか不安を吐き出すっていうことが受験前に一番重要だと思っています。本当にあの受験期間って周りにいる人のありがたみがより強く感じられますよね。そういった周りの人に頼るってことも大事、そしていつも通り過ごすっていうことが大事ってことですね。はい、はい、今週のトピックス、秋田大学ニューブラスアンサンブル第35回定期演奏会ミルハスショーホール A で1月15日日曜日に開催します。第1部クラシックステージ、第2部平成ポップスステージ、第3部アンベスペシャルステージシネマコレクション、入場無料、ぜひお越しください。ここまでお二人のお話を聞いてきました。最後にラジオを聞きの皆さんに、そして受験を控えている受験生に向けて一言ずつメッセージお願いします。はい、皆さん長い時間をかけて受験までたくさん勉強してきたと思うのできっと大丈夫だと思います。この調子で体調管理も勉強も続けて頑張っていてください。受験当日についてなんですけど、緊張せずリラックスした状態で試験に臨んでください。今日は秋田大学教育文化学部地域文化学科3年生の加賀谷明日美さんと、秋田大学国際資源学部資源政策コース3年生の笠井陸人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。